はい、トールです。アニメ雲ですが何かの8話、私シスを見ましたので、その感想なんかを共有していきたいと思います。こちら、アニメのみの視点で話をしていきますので、ネタバレにつながる可能性のあるコメントはご遠慮ください。で、ネタバレに、ね、なってしまわないと思うんやけど、原作補足的なね、そういった視点での話がね、どうしてもしたいなっていう方に関しては、ちゃんと注意事項確認の上ですね、YouTube の方にですね、原作補足ありと開業とかですね、ネタバレ要素ありと開業みたいな感じですね、住み分けができる形にしてのコメントをお願いできたらと思いますね。はい、ネタバレが苦手でね、アニメのみで楽しんでいきたい人でもですね、安心してね、楽しめるチャンネルに、そして原作ファンの方もですね、アニメから入った人にはどう見えてるのかなっていうところと、それからネタバレの意図はなくてもですね、例えばこう原作勢としてはですね、この描写のね、説明みたいなね、補足的なものを入れたい場合は、ちゃんとこう、断りというかね、注意喚起の、ところを文頭に入れてですね、メッセージしてもらったら、それに興味がある人はですね、見てくださるかもしれないということなんでね、いい感じに住み分けて楽しくやっていけたらいいかなというふうに、思いました。はい、ではやっていきたいと思いますね。はい、ショート感想なのにね、前置きに1分ってね、長すぎるんですけどね。まずですね、私シスっていうところだったんですけど、引っ張り上がりましたね。はい、ちょっと死ぬかどうかわからないところにはなってました。若葉さんに関しては死んだって聞いたんで、これがね、どう取るかですよね。はい、若葉イコールクモコやったとしたら、この狩人との戦いでクモコは死んで、で多分時間軸がね、人間界パートの方が当てやと思うんで、そのことを先生がね、後から知ったっていう、道筋でつながると思うんですけど、いや、そんな風にはいかなさそうですよ、この物語ってね。そんなとこです。クモコ自身のね、今回のね、話自体はやっぱりこうクソを引っ張りやがったなっていうところが強くて、これ死んだかどうかっていうところではなくて、前回クモコが気づいたじゃないですか。この世界やばいかもしれない、危険かもしれないって気づいたじゃないですか。でもですね、冒頭にね、気づいたとしても自分にできることないよね、言ったら1話のいっかと同じような流れになっちゃってんですよね。で、厳密には違うんですけど、とはいえ、それにこう認識してもできることはないからね、自分が生きるためのスキルを上げていくことはしょうがないよねっていう流れはいいんですけど、その場合ってこれが今回が初めてやったらいいんですけど、ある意味2回目ではあるので、その場合ってこうキャラクターは自分不穏なものには気づいてるけど、スキルを磨いていくこと自体は必要なことだよねって。でもせめてこういう指針だけは持っておこうみたいな、それは例えば自分が人間であったことだけはちゃんと覚えておこうとかですね、なんていうかこういうその生きていく上のでのポリシーだけは守ろうとかですね、なんか無駄にね、周りを傷つけないように振る舞おうとかですね、基本的にこう後に言うアイデンティティの話にもつながるんですけどね、その結局元のレールに戻るにしろ、ちょっと心にこういうことを止めておかなきゃいけないよねっていうところを、普通の流れやとですね、クモコがするのかなと思ってたんですけど、それをする前にですね、先に死が来たわけですよ。だからつまりこの先にクモコのアイデンティティがね、垣間見える余地があるのかなっていうふうに思って、次回に続くっていうのは悔しいなってね、そんな感じを思いました。はい、そんな感じですね。そしてですね、これに付随して、前世の描写っていうのがしっかり書かれました。今回ある意味初めてなのかなというふうに、思いましたね。何かっていうと、人間界パートよりもはっきりと人間味を感じましたね。キャラクターたちがですね、本当に血の通ってるキャラクターみたいな、そういう感じのことを思いました。特に、岡ちゃん先生ですよね。はい、ここはですね、前回ね、エルフとして不穏な感じが、していたんですけどね、少なくとも前世はね、いい人だったみたいな感じのことをね、書かれていますね。ただですね、ユーゴーもそんなに悪いやつじゃなかったんですよね。ここ怖いですよね。ってことは先生もって可能性ありますよね。はい、特にスキルっていうものを磨き続けた人間がユーゴーみたいになるっていうね、スキルの影響が入ってくるんやとすると、やっぱり岡ちゃん先生ももう危険な状態になってる可能性は十分にあるかなというふうに思いました。そして新キャラですね。はい、このね、京也くんのキャラクターもすごくいいキャラクターでしたよね。なんか、シュンがクラスメートの浮いてる女の子のことをあまり良くないあだ名で呼んでるのって違和感あるんですけど、でも、なんか、シュンって
前世は結構こういうことしてたんやなっていう風にね、思うんですよね。だからまあ京也の影響でそうじゃないキャラクターになっていったのか、それとも別の要素があるのかわからないんですけど、あ、ここで旬の印象が、まあ、パッと見悪くなるような描写を入れてくるに面白いなって自分はちょっとね思いましたね。はい。なんか初めて旬のなんかこう人間味みたいなのをね感じました。そして京也がどうなってるのかは気になりましたね。あと根岸さんですね。この方若干こう雲子感ありますよね。牙あるし、なんか髪の毛こうちょっと隠れてたりするから、なんか雲子が思い浮かべていたなんか昔の、ね、人間だった頃の自分みたいなイメージ映像が前にあったんですけど、2話かな1話かな、ね、その時のなんか昔はああいう髪型してたとかやったら普通に成り立ちそうな気がしなくはないんですけどね。どうなんでしょうね。まあミスリードっぽいですけどね。はい。ともあれですね、新しいキャラクターが出てきたんですけど、これもいいですよね。つまりなんかテコ入れのために急に新しく出てきたんじゃなくて、元からクラスメートの中にいたよっていうね、そういう存在が示唆されるっていうところは面白いですね。転生者として、今後出てくるかもしれないし、死んでいるかもしれないね、そういうところですね。なかなか深みがあっていいですね。はい。若葉ヒーローさんに関しても、出てきましたね。本を読んでいましたが、とはいえね、やけに美少女ですよね、これね。あんまり雲子感しないんですけど、僕にとっては。どうなんでしょうか。で、まあ、なんか意志の強さみたいなのというかね、ちょっとそこはかとない凄みみたいなのを雲子から感じるんですけど、このなんていうかこう強さっていうのは、アニメにおける雲子の強さとは若干やっぱりベクトルが違うようには、見えていますね。はい。これがどういうことなのかはちょっとね、わからないんですけど、それぞれのキャラクターっていうのもなかなか魅力的に見えていて、ただですね、この漆原さんですね、フェイですね。フェイの元のね、人間っていうか、まあ、この漆原さんが、山田って、ね、こう応援してるんですよね。なんか、なんやかんやで、その、旬のことを前世から結構気にかけていたというか、仲が良かったんですね。それで、ある意味こうね、今、ペットとして同棲してるって、どういう心境なんかよくわかんないんですけど、ちょっと面白かったですね。はい。で、やはりこう、若葉のことを気にかけてるっていうね、とこですね。やっぱり、フェイのキャラクターがね、一番いいですね、今のところ、僕の中ではね。あくまで僕の個人的なものですけど。で、やっぱりこうね、この夏目ですね、ユーゴに関してもですね、そんなになんかこう強引ではあるけど悪人ではなかったよねってね、部分がやっぱりどう変わっていってしまったのかっていう部分も気になるところではあります。はい。あと、まあ、じゃあ、人間界パートはどうやったかっていうと、そんなに悪くなかったなと思って、量的にもね、適度なところで、良かったのと、キャラクターに対する書き分けがだんだんね、こう、できてきてるんですよね。このね、有利のね、めちゃくちゃむしゃついてる感じね、食べ物ね、口に含んでむしゃついてる感じとですね、そしてですね、まあ、カナタのですね、はい、スッとこうね、食べれる量だけをちょっと口に運んでですね、で髪の毛をさっとこうやりながらですね食べる、様子ですよね。お上品な感じね、しますよね。なんかね、その特にカナタに関してはその前世パートにおいてですね、俺は男じゃなくて女の子が好きなんだよみたいなね、そういうのことをね言ったりはしていたんで、ね、若干こうアイデンティティに対して注目させる描写もありつつですね、今回こういうね、多分まあ貴族やからそういう教育を受けたんだと思うんですけど、振る舞いをしてくれるのをね、なかなか良かったですね。はい。こういうね、味わい深さっていうのはね、自分は大好きですね。おっと。あと、まあ普通に飛竜との戦いですね。これもまあなかなか面白かったというか、まあ戦うまでのそのステータスをですね、いろいろやりながらですね、担当を決めてですね、はい。あと、そのやばいスキルに関しても魔法のね、分裂意志がですね1人増えたっていうことでですね、今度、まあ、これ以降クモコもどんどん魔法を使っていくんだなって思うと、ある意味ここでもうちょっとこうね、じっくり書かれてもよかったのかと思うんですけど、まあ、テンポの良さがクモですが何かはね、出てきてるので、しょうがなかったのかなと思いますね。この辺はやはり考察しながら埋めていくのが良さそうな感じはありますし、これは興味を持ってから原作を読んでこうね補強するっていうのはね、全然ありかなっていうふうには自分はね
ね、思ってますね。はい。まあ、原作のリンクの方は、まあ、後で、まあ、あったら貼っとこうかなと思うんでね、チェックする場合もありだと思います。僕はとりあえずはね、アニメ最後までね、見てみようかなというふうに思っていますので、はい。このあたりもですね、読んだ人も、またの人もですね、まあ、楽しく共有できるふうに、なったらいいと思ってますね。はい。そして、まあ、なんやかんやでめっちゃ強いっていうね、飛竜でいいのかな、火竜、飛竜ですかね、飛竜連土っていうね、やつですね、めちゃくちゃ強いっていうところと、結構ね、スキルがやばいの持ってるんですよね。なんか、斬撃持ってたりやとか、うん、なんか、気配感知能力もあるから多分、クモコのこと見つけれたんやと思いますし、確率大補正ってね、多分、その、火の玉が当たりやすくなったりするんでしょうね。なかなかすごい力を持っていて、しかも、戦いにおいてもですね、今回、クモコを ある意味上回ってるんですよね。なんとかして毒を食べさせようとしていたクモコに対して、まあ、飛竜はですね、まあ、炎を吐きながらですね、足場をどん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 失わらせていきつつですね、クモコの、まあ、渾身の、毒攻撃をですね、まあ、実際爆発させることで、ね、回避するっていう、ものすごい知能の高さをね、感じられて、で、このやっぱ知能の高さっていうのは、もしかしたらこう、スキルの多さにも、関わってくるのかなっていうふうに、思えたりはしましたね。はい、この辺もちょっと考えるだけで面白くなるんですけど、クモコは大丈夫なんでしょうか。あと、まあ4人目、クモコの4匹目なんですけど、こいつはなんか隠密系のスキルとかを担当になりそうな気がしますよね。はい。こういう部分はまあまあ面白かったですね。はい。まあゲームとかね、アクション系に関しては僕はそこまでね、わからないんですけど、まあ普通に見ていても面白かったですね。間延びとかもしてなかったですね。もしかしたらもうちょっとこうね、あの飛竜が怪我するところに行くまでとか、飛竜と遭遇するね、場面とかに関してはもうちょっと何かこう描写があったのかもしれなかったんですけどね、そういう意味では結構唐突ではあったんですが、ともあれね、結構面白い部分を見せてくれたかなというふうに思いました。そしてやっぱり一番大きいのはアイデンティティの部分が、示されましたね。だからまあ言って、僕はだからこの流れでくると、クモコもその世界に関してはわからないけど、私はこういう部分だけは守ろうみたいなことをこの話8話の間にね、言うのかなと思って、でこういう風のを守って生きていくわみたいなことを言って殺されるみたいなねそういう流れかと思ったんですけど、そうじゃなくてですね、ただやっぱりそれぞれのキャラクターがアイデンティティが転生してどう変わったかっていうところに注目させる、そういう演出が多かったかなというふうに思います。そしてやっぱり何よりね、フェイがね、愛おしいですね。はい。若葉の死のことをショックを受けてるっていう描写になりました。これはクモコが実は若葉だったっていうことで、我々が見てる今のクモコの戦いは、この人間界パートから見たら結構過去の話の、可能性はね、前回の考察でね、やったかなっていうふうに思いますがね、そういう部分だと思います。さてさてどうなるのかっていうところですね。いやー、今週も面白かったですね。まあ、今回そこまで考察面の回収パートではなかったんですけど、やっぱり面白い部分が、普通に書かれているものがその今まで書かれてたものとつながるんですよね。この作りはうまいなと思いました。ね、皆さんの感想も教えていただければというふうに思います。はい。ではですね、コメントのね、部分でですね、まあ、今返しておくことというか、本編とあまり関係ないことなんですけど、触れておきたいことが、あったので、いくつか挙げておきますね。はい。まずですね、楽しかったっていうね、楽しくなってきたっていうコメントがニコニコでも YouTube でもね、いっぱい、見受けられました。いや、僕も全く同じ気持ちですね。いや、6話ぐらいからの盛り上がり方、すごいですね、クモですが何か。そう。だから、癖はめっちゃ依然強いままなんですけど、もう楽しめる人しか残ってない部分、ね、まあ、その言い方はちょっと失礼なのかな。まあ、しっかりこう、このノリをですね、楽しめる人たちがですね、ついてきているのでね、やっぱり見ててね、面白いですね。はい。なんか、すごくコメント一つ一つに共感できるんですよね、クモですが何かは。なんか、あ、こういう意見の人あるんや、面白いなっていうのというよりは、わかるって、わかるってなるコメントが多かったですね。はい。あと、まあ僕はそこまでタッチはできないんですけど、YouTube コメントの方でですね、原作要素で、ありでのコメントなんだけど、冒頭に入れてくださる。あと、ネタバレにはしないつもりみたいにね、書いているので、つまりですね、原作、まあ、言ったら原作補足的な部分ですよね。ネタバレはではないんやけど、原作補足ができるよっていうコメントを言ってくださってる方はですね、これは、言ったらこうアニメだけで楽しんでるけどちょっと気になる部分があるよっていう人とか、その原作によるネタバレは困るんやけど原作補足ぐらいやったらチェックしておきたいなっていう人とですね、完璧な炭焼きができるっていうことですね。こういうのをしてくださるね、コメントは本当にありがたいですね。
はい、そういった方ですね。で、他の方もそれで見本になったらですね、本当にいい住み分けができると思うんですよね。あの原作視点でですね、まあコメントね、やり取りねしたい人と交流したい人とかですね、アニメのみで見ていて、やり取りしたい人とかですね、原作補足に関してはですね、聞いてきたい人とか、あと原作買おうか迷ってるんやけどね、原作勢の人にね聞きたいことがあるっていう人とかもこういった感じですね。はい、原作勢に質問、プラス4開業みたいな感じで、コメントをいただく方ですね、なかなかこう自分の理想的な、住み分けが進んでいってる感じがあって、すごくありがたいなというふうに思います ね。こういうふうにこう見本を見せてくださる人がいるとですね、他の人も初めて来た人はこういうふうにすれば楽しく住み分けできるやんってね、ことができますのでね、ありがとうございます。はい、あとですね、情報もちょっとねいただいてます。僕はあんまり本編でこういうことは触れないんですね。角川の公式チャンネルから次回予告が出てますよっていうところですね。はい、基本的にこうこの動画を見た人がそのちょうどタイムリーにね見てるとは限らないんですよね。だからあんまりこう公式で今だけの情報みたいなとか、まあ10年後とかに残っている可能性のかなり低い情報に関してはあんまり出してないっていうことに、なっていますので、こういうのはタイムリーな情報としてコメントでね、やっていただけるとねすごい助かるなというふうに思いますね。はい、そう、この動画が出てるタイミングと見てる人のタイミングが一緒とは限らないってね、まさに雲ですが何か感がね、あると思いますが、こういうのをコメントで教えていただけるのはありがたいです。はい、あとまあ前回のね、言ったら勇者たち青春するってね、青春してねえじゃんっていうね、このタイトル詐欺じゃねえかみたいなね、そういうノリが今回のクモコ指数もね、いい感じに味付けしてますよね。死ぬとは限らへんやんかって言いながら、死ぬかどうかもわからんのかいみたいなね、そういう感じのねタイトルですね。はい、なかなかいい感じに翻弄してくれるところ、好きですよ。はい、あとですね、映像的な面白い演出多いよねっていうね、部分があってですね、それは監督もそういうね監督なんだよっていうことをね言われていたりしてですね、なかなかこの映像演出に関する、コメントをなかなか興味深いものをねたくさんいただいたんでね、あ、確かにいろんなことが見えるなっていうふうに、思いましたね。はい、一個一個はちょっとね触れられないんですけど、例えば今回ね、思ったやっぱり演出的に意図されてるなっていうふうに思うところで言えばですね、言ったらこう前世パートにおいてもですね、始まりはこうやって顔が映らないんですよ。これ1話でやった演出ですよね。はい、そんなわけで顔が映らないのかなと思ってたら、まあ、今回に、関して言うとですね、ちゃんと顔が映ってるところで、あ、ようやくなんか前世について見え出したなっていうところですね。いや、8話まで引っ張ってきているっていうところは、これはうまいバランスだなと自分はちょっと思いましたね。はい、意外な面とかもね見えましたからね。はい、それからですね、顔がねやっぱりね映らない描写っていうのはねあるんですよね。結構意図されてますよね、こういうところ。はい、窓枠によってね全然こう映らないね、顔がわからないところとか、他にもですね、単純に顔を映さないんじゃなくて、まあここの死亡について聞いた時に岡ちゃん先生がどんな表情をしてるのかがちょっと分かりにくいようにしてるっていう、ね、そういう演出とかね、こういうところ面白いと思いました。あとですね、妙にちょっと意味深な感じの雰囲気を出してるような構図もあって、例えばこう空き缶が手前にね、置いてある描写ですよね。はい、炭酸ティーでしたっけ、炭酸コーヒーでしたっけね、そういう描写とか、あと融合の話をしていくみんなのシーンが最初にこのシーン入れるんですよね。つまり最初の手前の部分にですね、まあ、手前の5分の1ぐらいの面積のところにですね、若干融合に似た髪型のキャラクターをここに配置して物語始めるんですよ。だからここだけ見ると若干聞き耳を立てられてるようにもう見えるっていう意識なんですよね。ちょっと不穏な感じなんですよ。だってこれってね食堂の中の描写なんで、言ったらこの話誰でも聞ける描写ではあるんですよね。はい、みんなが食堂の中でね食べてるんだよっていうシーンはすでにねあるので、なんかわざわざあの不穏な感じから始める必要ないのにってね、そういうところを感じるんですが、つまりまあ普通にクラスメイトたちがねご飯食べてるだけのシーンなんで、ここから始めればいいんですけどね、なぜかねこの不穏なところからね始めるんですよね、このシーンからね。はい、こうやってこうみんながたくさん食べてることはね後々のカットでわかるんですけどね、いやここからね入れるところちょっと寝にくいなと自分は思ったんですけど、どうでしょうか。
はい、あとはこれですね、僕が勘違いしてたところをコメントで訂正していただきました、エルフの里の転生者っていう言い方があったんで、僕はエルフが12人いるみたいな言い方になっちゃってて結構勘違いしてたんですけど、エルフの里に、保護されてる転生者っていうことでですね、11人ってことでした、こういったところもアニメからちゃんと読み取れるんでね、僕が勘違いしてるところとかですね、間違ってるところに関して、ご指摘いただけるのはありがたいです。ありがとうございます。はい、ではですね、今回は、これぐらいにしておこうと思います。まあ気になる部分は多いですね。まあ一番は若葉がどうなったのかっていうところですね。それに対するフェイの反応ですよね。ここがまた一つの、ポイントであってですね。で、ある意味クモコに関してはなんかどうなってもなんかね、続いていくんやろなって。だってクモコが、主人公というかね、メインなんだからっていうね、意識が若干、あるんですけど、いかがでしょうね。はい、次回も楽しみにしています。ではでは、今回は終わらせていただきます。次回、I can't speak 異世界語ですからね。いや、もう何語を喋りたいのかわからないっていうね、そういう部分だと思いますが、楽しみにしておりますので、皆さんのね、感想とか考察とかもですね、また教えていただければというふうに思います。はい、ではでは、今回はこれぐらいにしておこうと思います。ご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。